はい、おはようございます。ドリバルです。今日は2018年5月の8日、火曜日ですね。今時刻は7時23分です。今日も今朝の、ね、チャート観察、簡単に行きたいと思います。よろしくお願いします。これドル円の4時間足ですね。まあ想定していた通り、このレンジの中にこう収まってきたっていう感じですよね。狭い範囲で動いているっていう、この状況は変わらないかなと。で、下からこう切り上げ、日足のトレンドですよね。これが迫ってきているので、やはりこう下がってきたら、今現状は、長期足で見てね、もう押し目買いを狙っていきたいなという、その流れも変わらないかなと。で、下からのこの買い、109円だったり、109点、108.93付近だったり、この直近の安値ですね。安値は切り上げていくような、イメージはありそうなので、昨日のね、高値、109.4付近からこう急落してきましたけども、この辺で 反転の切り出しを見せれば、そこからの押し目買い、狙っていけるチャンスはあるかなと思いますね。ただ気をつけたいのは、週足レベルの、戻り入りが入ってきそうだっていうところ、今4時間足でね、売られてきて、4時間足レベルのこの戻り売りっていうのが、こういうとこから入ってきてるのかなと。高値を抑えられてるところですよね。ネックライン、この109.5円付近で見てましたけども、もしかしたらこういう位置から、下がってきてブレイクする可能性っていうのも、否定はできないので、週足の戻り売りですね。そこだけ注意して、今のこのレンジっていうところ、一旦ね、ここ上抜けてきてるっていうところはあるんですけども、そこをどう見るかっていうところですね。今現状自分としては、下からの買いっていうところを見ていきたいので、今ちょうど下がってきたんでね、この辺り、100円付近からの押し目買いっていうところで、当初の目標通りね、109.5円付近までの買いっていうところを、狙うチャンスがあれば狙っていきたいなというふうには、見てます。はい、それと、昨日ね、エントリーしたところなんですけども、これ、ポンド円ですね。結局、逆差し値、ね、損切りにかかって、これ終わりました。損切り、マイナス9ピップスですね。5分足で、こうですよね。レンジを抜けてきて、押し目買いというところを狙って、いったわけですけども、この高値、ここですね。戻れたかね、ここを超えられずに、またこの、レンジの中に戻ってきたか。ただね、こう30分足レベル、短期足レベルでこう、底を作って、反転していく可能性はあると。反転していくとすると、149円とかね、149.6円とか、ぐっと、一旦の上昇を、見せる可能性はありそうなので、そういうところを、今狙っているっていうところですね。ただ、他の通貨ペア同様、相当今強く売られてるっていう中、日足で見てドーンと売られてると。4時間足で見ても、今ちょうどトレンドに乗ってね、今こう、戻り売りが入っていた。そういった位置にいるので、今逆張りの認識を持ってね、見ていきたいなというところなんですけども、再度ね、今ここ、30分足、1時間足レベルの5年くらいにいる状況なので、こうですよね。こういった位置からの今反発っていうところが、見て取れれば、再度ね、そこからまた、押し目買い、短期足レベルの押し目買い、狙っていきたいなというふうには、見てます。もう一つ、ユーロドルですね。日足レベルで、こちらもね、ずっとーんと売られてきたから、このラインですね、1.19付近、ここで今一旦こう休憩をしそうな、そういったチャートなんだけども、こちらも同様にね、ずっと強く売られてきてる中なので、なかなかこう買いには転じていっていないですよね。 上がってきたら、ちょうどこの4時間の移動平均線になって売られている流れが続いていると。なのでね、急激なこう陽線、戻り高値をこう超えてくる、今だったら1.198ぐらいですね。というところまで、我慢したいなというところなんですけども、その先は、
行ったのね、まあ、上昇を見せそうな流れがあれば、大きいチャンスになりそうだというところですね。だから今は、まあ、切り下げてきている流れが、まあ、続いてきているので、これが変わるまでは、まあ、戻ってきたら売るという戦略を持っていきたいなというところ。ただまあ、これをブレイクしてきたら、こうね、まあ、上昇に転じるような流れというところ、4時間のトレンドブレイクですね。まあ、それを見ていきたいなというところ、だと思います。今週はね、まだ火曜日というところで、まあ、この後、大きい動き出しありそうですし、まあ、ドル円に関してもね、まあ、狭い範囲ではあるんだけども、まあ、重要なラインで反発を見せそうな形ではあると。他の通貨ペアに関しては、4時間のトレンドブレイク 大きい動き出しになる、まあ、その前段階なので、まあ、チャンスはありそうだなというところで、まあ、この先のチャートを見ていきたいなというふうには思ってます。はい、それではね、今日もこの後、まあ、連休明け2日目で、まあ、だるい状況でしょうけれども、まあ、張り切っていきましょう。はい、それでは今日もよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。